食べれるってことは本当に強いので食べないだけなんでしょう。いや、あの食べると本当にダメになっちゃいますね。あの僕は本当にその肋骨の動きが悪くなっちゃうんで、あの油物をいっぱい食べちゃうと、ここはこう張っちゃうというかスペースがなくなって、こう動きがめっちゃ悪くなっちゃうんで、キレがなくなるという、うん、まあキレという、可動域はちょっと狭まりますね、それが嫌なんで。あの、まあ、今キレの話が出たからさ、はい、ちょっとあれだけども、よくあの力強い球とか、うん、いやキレがいいですねって、もう簡単に使っちゃうんだけど、キレのいいボールを投げるには可動域が大きくないとダメっていうことなのかな。まあ、可動域あった方がいいと思いますね。まあそうだよね。まあ、可動域もそ、もちろんそこもそうですし、まあ、可動域と、まあ、その連動がうまくできてるかどうかっていうところと、で、まあ、例えばピッチャーであったら、まあ、足こう右ピッチャーだったら左足ついた後にちゃんとその地面を踏めてるかとか、まあ、その地面の反力を受けてその中で連動してるかとか、まあ、それをこうどっか、まあ、この辺の可動域の硬さでリリースまでのその力をこう遮ってないかとか、そういうところもすごく大事だと思いますね、うん、それは1球投げるたびにそれは感じるわけ。わかります、はい、あ、今日はキレがいいなっていう自分の中で思う、うん、それとも キレとかいう言葉は使わないの？キレっていう言葉は使わないですね、自分も。キレと別に使おうとしたらどんな言葉なの？それはやっぱ解説しててさ、みんなが言うじゃない、ああ今日はなんかど真ん中でもファールにしてると、あ、このボールは今日は切れてるんじゃないですかねって言うんだけど、それは簡単じゃない。まあでも解説者側からするとそのピッチャーの体の内部で何が起きてるかっていうのは分からないじゃないですか。いや、それはもう全然分からない。だからそれはもう絶対分からないんで、まあ、そういうこう切れとかっていうような表現になってしまうのは仕方ないのかなと思います、ね。自分でやったら切れじゃなくて、この場面でこれじゃ内転筋がどうだとか、股関節のじゃあその、まあ、ヒップヒンジがどうだとか、なんかそういう細かい話になってくるんですけど、でも見てる側って分かんないじゃないですか。でも解説したとしたら、うん、切れっていう言葉よりも、今日は可動域がすごくいいですねみたいな、なんかこうひねってる状態が非常に軽いですねとか、うん、そういうとこからキレを作るのか、うん、それとも単純にキレって言っちゃうのか、まあ、一番分かりやすいという僕の中でこう、まあ、こうなんていうか納得できるというか、腑に落ちるというのはやっぱこう力がうまく伝達できてるっていうところですね。まあ、ちょっと言葉としては長くなってしまいますけど、まあ、そういう力がうまく伝達できてるというと、やっぱり可動域も、まあ、その時の筋肉の状態であったり関節の状態であったりとか、その地面を踏んだ時の感覚とかもやっぱりちゃんとしてるっていう証拠だと思うんで、まあ、見た感じはやっぱ力こうちゃんとこう、まあ、いわゆるキレですねっていうのはやっぱりこう力の伝達っていうところがうまくいってるっていうふうには僕は思いますけど。いや、やっぱコーチの話があってね、はい、まあ、例えばその勉強するには足を運んで、はい、いろんな情報をやっぱ得とく方がいいですよと、はいはい、それは選手に対しての使命みたいなもんですよみたいなこと言われたんだけど、解説の部分もさあんまりこう変わってないんだよね昔から、で長くやればやるほどさ、同じ言葉の繰り返しなんだよ、もうそれはやっぱ聞いてて喋ってて多分つまらないことだと思うんだよね。だからそれもやっぱ勉強しなきゃいけないよね。この解説も叩いてほしいんだよね。でも長く言ってるんですけど名前なんかそのシュート回転って、まあ、そういう言葉もあったりとかしますけど、まあ、そのキャンプの今もやっぱり YouTube とかでいろんな各球団がこう流してたりするじゃないですか。で解説がこうでブルペンの動画見ながら、まあ、ここはこうなってるとか、まあ、その結構こう曖昧なことをやっぱり言うんですよね。根拠がない、なんとなく自分の経験感覚で言ってることがやっぱり今でもずっとそうじゃないですか。まあ、そうなると何が起きるかって言うと、ファンの方が育たないっていうところなんですね。ファンの方が育たないとレベルも上がっていきづらい、ファンの方の声がやっぱりその球界変えていくんで、一番そういう意味でやっぱりこう解説の方々もやっぱりこうちゃんとこう勉強するんだって、やっぱりその選手としての経験が解説で全て生きるっていうわけではないから、特にいやもうね最近はね、邪魔になってんだよ、やっぱそうですか。だから喋ることが怖くなってんの、いやそうですよね、まあ、喋るというか、教えるということが、確かに。だから自分の感覚で教えるよりは、やっぱり勉強して、自分で少しでも体を動かしてみて、その感覚がどうなのかっていう感覚を教えられると思うんだけど、自分が打ってた時の感覚を教えるのがさ、すごく最近怖いんだよね、躊躇するんだよ、でもう絶対そうですね。やっぱりこの時代が急激に変わりすぎて、いや
急激に変わってるよね。変わってます。これはついていけないと思います。今の OB の方々の年齢とかだとやっぱり自分たちのやってる時って今のやっぱり現場も今見れないし、結局中に入って見れないじゃないですか。でどういうことが起きてるかっていうのは分かんないので、何を勉強したらいいかが分からないし、何を言えばいいか、何を言っていいか、何を言っちゃダメかっていうのも分かりづらいんで、まあ、怖さは絶対あると思いますね。だから怖さを持たなきゃいけないでしょ。そうです。だからその怖さをなんとなくでいいやと思ってまた解説に行くんじゃなくて、それをこう怖くなくなるように喋れるように勉強することが大事だと思います、うん、そうだよね。だからまあ YouTube も見ててくれると思うけど、うん、やっぱ恥ずかしい時はあるもんね、うん、やっぱ技術論とかこう考え方とか、うん、そうなると、うん、やっぱああこれじゃダメだなって思う時があるし、うん、で今なんかね、パッと球場に足運んだだけでもみんなウエイト上にあれだけの人間が集まりながらいろんなことをやってるじゃん、はい、昔なんか全くないからね、うん、そうですね。昔は憩いの場だったからやっと休めるぜみたいな。いやここがそこが真剣じゃない、うん、もうそれだけでも違うから。あでも自分がでも本当に日本にいた最後の方でもやっぱウエイトトレーニングとかしてる人すごく少なかったので、少ないよね。もう今だからびっくりしました。この前見てあのこんだけたくさん の, その選手がやっぱウェイト場に来て、うん、自分のルーティーンもあって自分の飲み物もあって、うん、そういうの見てやっぱびっくりしましたね。いやそれでランニングっていうかさ、もう体をウェイトで作ってるから、うん、ランニングってそんな必要じゃないんだよね、うん、もうそれでもう温まってるから、うん、やっぱそういうことなんでしょう。うん、まあ、ランニングもこう、まあ、不要でもないですし必要でもないっていうところで、あくまでその調整の中、自分 の, そのコンディショニングを良くするための一つとして、まあ、捉えるっていうのがベストで、まあ、やっぱり日本球界の問題っていうのは何か調子悪かったり精神的に問題あったり、なんか休息が出ないって、じゃあ走れっていうふうになっちゃうっていうところが結構問題なので、まあ、そうじゃなくてその選手が例えば調子悪いのはなぜなのかとか、じゃあこの休息が落ちてるのはなぜなのかっていうのをちゃんとこうなんていう多角的に見て、でこういろんなエクササイズを処方していくっていうのがベストだと思うんですけど、それをランニングっていうのが問題なので、ランニングは悪くないんですけど、はい、でもメジャーの練習を見てると無駄がないなっていうふうに思うのね、うん、キャッチャーのストッピングするときにわざわざ時間を取ってそういう練習してるんだけど、ピッチャーが肩作ってる間にこうやって練習してるよね、はいはい、まあ、あれだけで練習になるしさ、うん、それと今日ダムキャッチボールを見せてもらったけど絶対やまないで投げないのね、うん、自分は好きじゃないですね。いやだからあのやっぱね勝ってる投手っていうのは、うん、やまないのボールのキャッチボールは絶対やらないのね、うん、そうですね。あの工藤、うん、あ僕も誰とやってた時かな、宇都宮かな、やってた時にいや絶対低く強いボールを投げないとピッチャーダメだよっていうふうなことを言ってたけども、うんうん、今日見させてもらってやっぱ無駄なことしないんだなと思った、うん、とにかく低い球で強い球をキャッチボールの時から投げようとする、うん、やっぱ無駄ないでしょ練習やってて、うん、こっちですか、うん、まあ、確かにそのコンパクトだと思います。無駄なことはしてないですけど、ただ練習に対する姿勢とか、うん、まあ、私生活の野球に対する姿勢っていうのはやっぱり日本人はやっぱりより右に出るところ人種はあんまりいないんじゃないかなと思ってますね。だから日本人すごい可能性あるんですよ、そういう意味では、うん、ちゃんとしたものを用意してあげたら例えば大谷君とか山本君もそうです、佐々木朗希君とか、まあ、山下俊平太君ともそうですし、やっぱりすごい人たちが育ってくるっていうのは絶対あると思うんで、すごい才能がやっぱ埋もれてるので、うん、その辺整備できたらすごいなと思いますけど、ね、あまだ埋もれてるっていう感覚、もうめっちゃいますよ。やっぱ指先の感覚とかいろんな感覚すごく優れてるんで日本人、プラス勤勉な人が多いっていうところがあるので、あのだからそういう意味ではすごく可能性あるなって本当に思ってますね。でも誰みたいにストイックにできないんじゃないの。いやいやいや食事から何から、いやいやそんなことじゃない。そんなことないです。でも自分がやっぱ活躍したいと思ったら、うん、それは当然なことだもんね。もちろんそれはやっぱりこう何かを成し遂げたいと思うんであれば何かやっぱり犠牲にしなきゃいけないところはあると思うので、俺動画でも言ってるんだけど、はい、次の WBC の監督は誰でいいんじゃないかって言ってるんですよ。次っていうのはそのいつですか。今あと3年後。いや自分は無理だと思います。僕本当に野球を知らないんですよ。そこは問題なんですよ。采配がどうだとか。いやそれは言ってたんだけど、いやそれは
作戦コーチがいればいいと。ただやっぱシンボルとして、うん、日本の代表として、うん、で人徳があって人が集まる、うん、この人間っていうのは今じゃあ球界で誰がいるかって言ったら俺ダルしかいないんじゃないかなっていう、うん、まあ、自分はもう本当にまだこのいろんな面でそういうところ全く準備できてないですけど、まあ、豊さんにそうやって言っていただけるならちょっとずつ勉強していきたいと思います。でもそういうオファーがあったら受ける？いや受けないです。なんで？いや無理です。それ家族？いや、まあ、家族もありますし、家族は俺あの頭下げに行く。いや、まあ、そこは、まあ、あの多分よりかは多分本当に自分の野球の知識、まあ、その試合の中で何が起きているかっていう知識を自分が一番理解しているので、うん、この知識で行ってしまうっていうことがやっぱ選手に失礼なんで、だからそれがちょっと僕は、あの、でも監督って知るとか知らないとかいうよりも選手の気持ちをいかに掴んでいくか、うんうん、それとやっぱりあの野球に対しての思いが人一倍強いじゃない、うん、どうベストを尽くしていくかっていう、でのめり込む力もあるし、それがあったらいいと思う、うん、そう言われるとちょっとなんか自信で出てきましたけど、でも今は多分絶対もう間違いなくこの 2,3 年とか無理なんで、あのそのいやでもね、あなたの能力だったら1年あったらクリアしていくと思う。本当ですか？嘘じゃない。何からじゃあ、あの勉強すればいいんですかね、野球を知るには。この前一応あの分からなすぎてそのちゃんとインターネットで守備位置の動きとかの本買ったんですよ。そのぐらいこの分からないっていうのがあったんで、それで勉強して。いや、そんなね、監督はね、動き方とかじゃなくて、うん、まずね、兵法を勉強した方がいいと思う、うんうん、でもそのベンチコーチというか、そのヘッドコーチの人たちはそれを理解してるわけですよね、いろんなこと。それは僕理解してるんですよ、やりたいの。あ、それはもう見ながら教えてもらえばいい、うん、だけど、うん、それは国の代表でも顔じゃない、向こうに誰が立ってるかっていうのがさ、うん、やっぱ大きいと思うよ、うん、そりゃダルビッシュが立ってるって言ったらさ、それは一目それだけで怒られるからですか、うん、それだけで張ったりが効くから、うん、ちょっと頑張ります僕マジで。本当に頑張ってくれるの？あのまずそのなるかどうか別として、うん、あの準備はしますちゃんと。そのまあそのなんていうの、オファーはどうと関係なく、うん、やるかどうかも分からないですけど準備だけはしたいじゃないですか、なんでもできるようにはしときたいので、うん、まあ、それとやっぱね、うん、俺の夢は日本人の監督がメジャーでやるっていうこと、うん、日本人の人が監督をやるっていうこと、うんうん、その第一号になってほしいっていうこと、うん、うんふんじゃない。それ考えたことなかったですね。アメリカで監督ですか、うん、やっぱ繊細だし、うん、ね、で野球をこう知っていくといろんなことができると思うんだよね、うん、ダルは。だから俺はそこをやっぱ目標にしてほしいなって、うん、それ目標にしますよ。だから通過点だよそれは、まあ、当然メジャーの監督は通過点うん、で最終的にはコミッショナーなんだよ野球界なくなります、ね、ちょっと待って日本に帰ってきてほしいんだよ俺は、うん、だから監督やって日本のコミッショナーやってました、うん、すごい。やっぱね、あなたの意見っていうのはやっぱね、若い人のハート掴んでるし、うん、理にかなってるし間違いがない、うん、で時代にこうちゃんと歩みを合わせてるから、うん、だからそこはねやっぱ大事なところなんだよ、うん、ありがとうございます。そうやって言っていただいて、いやだから俺は夢としてダルが監督をやり、メジャーの日本人第一号の監督をやり、それで日本に帰ってきてコミッショナーという位置に座ってほしいんだ、うん、でそしたらなんかこうメジャーと日本がやっと 50-50 につながっていけるかなっていう、うん、そんな感じがしてならないんだよ、うん、